今日福岡市にある職業のプロを養成する専門学校が開校しました。九州では初の専門学校で、海外でも人気のあの日本食を学びます。福岡市内の専門学校の入学式にやってきました。新入生はスーツ姿ではなく板前の格好をしています。今日福岡市で開校したのは飲食人大学福岡校です。学ぶのは江戸前寿司。3ヶ月の短期集中で寿司職人を養成する専門学校で、九州で初めてです。今日入学したのは20代から60代の9人。中には飲食業未経験で挑戦する人も。アパレルの店舗の運営をしている会社です。先月末までです。もし子供が将来的に海外の大学に行きたいって言われた時に、今の日本の状況だとなかなかやるっていうことはできないので。入学初日から実技の授業です。寿司に欠かせない魚のさばき方を習います。あ、身がいっぱい、身がいっぱい出る。なかなかうまくいきません。今回入学した若林恭平さん、鉄道関連の会社に勤めていましたが、一念発起して寿司職人を目指します。私には子供が2人いて、その子供のために、海外移住を考えております。その海外移住に有利なお寿司のレストランシェフとして働くためにここに参りました。とても不安ですね、正直。続いて握りの練習では、これ返して、これがまっすぐ、ずっとまっすぐ。シャリの握りが甘いと指摘されていました。今回寿司職人の専門学校が福岡に開校したのには理由がありました。どうして福岡で開校されたんですか。本当に今福岡インバウンドのお客様がめちゃくちゃ多いんですよ。そして明らかにですね、寿司職人が足りてない状況です。法務省の出入国管理統計によりますと、福岡空港への外国人入国者数は去年コロナ禍前の2019年の水準にまで回復しています。インバウンド市場の拡大が期待される福岡に今回開校したというわけです。3ヶ月間はもう学ぶということを重きに置いて、みんなと切磋琢磨しながら頑張ろうと思います。一人前の寿司職人を目指して生徒たちの挑戦が続きます。